2015年1月ギリシャ議会総選挙はギリシャにおける立法府であるギリシャ議会を構成する議員を全面改善するため2015年1月25日に投票が行われた選挙である2014年12月29日に議会が解散されたことを受けて行われたカロロス・パプーリアス大統領の公認となるスタブロス ディマス欧州委員への信任を求める投票が議会で行われたが、1回目投票での賛成票は160人、2回目投票は168人で、大統領選出に必要な200票を上回ることができなかった。そして12月29日に行われた3回目の投票では、 選出に必要な賛成票は180票に引き下げられたが、賛成票を投じたのは168人に止まった。大統領選出に失敗したことを受け、アンドニス・サマラス首相は憲法の規定に基づいて、議会解散と2015年1月に総選挙を行うことを表明した。選挙の結果、反禁縮財政を掲げる最大野党である、 急審左派連合が第一党に躍進した。選挙の結果、最大野党で、反禁縮財政を掲げる急審左派連合が選挙、前の議席を倍増させ149議席を獲得して第一党に躍進。サマラス首相が率いた与党の新民主主義党は76議席で、第二党に交代、閣僚のほぼ半数が落選する惨敗を喫した。 極右政党の黄金の夜明けは、前回比1議席減の17議席、反汚職を掲げる新党の、ポダミは17議席、ユーロ圏や EU 及び NATO から脱退を訴える。ギリシャ共産党は3議席増の15議席、新民主主義党と連立政権を構成していた。前ギリシャ社会主義運動は20議席減の13議席、反緊縮財政を掲げる。 ウハ系の独立ギリシャ人は7議席原因の13議席となった。ありがとうございます。